ビクトリー・ファウスト・チャールズ・ビクトリー・ファウストは1910年代のアメリカメジャーリーグの野球選手、カンザス州マリオン生まれ、右投げ右打ち。本来は野球選手ではなかったが、守り神として1911年から1913年までニューヨーク・ジャイアンツに在籍、チームに帯同していた。カンザスの農夫の家に生まれる。現在でいう知的障害があったようで、チャーリーは、 父親の農場の経営を引き継ぐことができず、また父親のひどいドイツ語なまりを受け継いでいたという、若い頃に兄弟の二人と死に別れたこと以外、青年期の詳しいことはよくわかっていない。1911年の7月の末、ファウストは農業祭に赴くためにセントルイスへ旅行し、旅先で当時のニューヨークジャイアンツの監督だったジョン・マグロウに会う。ファウストは、 駅舎から自分は投手になってジャイアンツを優勝に導くだろうと言われたことをマグロウに話した。早々に彼が野球ができないことを察していたマグロウは入団試験と偽りファウストに試合前にスライディングを課す。その姿はジャイアンツの選手の嘲笑を買ったが試合はジャイアンツが9から0と解消する。マグロウは翌日、その翌日と同じようにファウストに試合前のフィールドを 走らせ、ジャイアンツはいずれの試合も勝ちを収めた。マグローはこの時、ニューヨークに戻る際ファウストを言いくるめてセントルイスに残してきてしまったのだが、ジャイアンツがニューヨークのポログラウンズに戻ってきた時、ファウストはポログラウンズで彼らを待っていた。彼は再びポログラウンズで試合前にスライディングを披露し、ジャイアンツはその日のダブルヘッダーに圧勝する。この様子と試合結果を ニューヨークヘラルド氏のジョン・ウィーラーが書き立て、ファウストが聞いた駅舎の予言は、真実味を帯びてくるようになる。マクローは8月11日、ついに、ファウストをベンチに入れる。彼が、ジャイアンツに帯同し始めてからの2ヶ月間、チームは39勝9敗と快進撃を続け、この年あっさりとリーグ制覇を成し遂げてしまった。この年の優勝が決まってから、 それまでずっとファウストから当番を懇願されていたマグロも折れ、10月9日のボストン戦の9回2点リードされている場面でファウストはメジャーリーグのマウンドに立つファウストの球はガラスも割れないと言われた勢いのない球だったそうだがこの時は無視二塁から送りバントを処理し儀費で一失点したものの次の打者をショートゴロに打ち取った予選を勝ったファウストは10月12日の ブルックリン戦の9回に登板する。この時は4点リードされた場面で、打者3人を批判第1、無失点で抑え、9回裏には打席にも立った。ファウストは、至球で出塁した後、2投、3投を次々に決め、バックハー族のスクイズバントで生還、得点を挙げた。ただファウストが投類を決めた際、ブルックリンの投手エディデントは、ずっとよそ見をしていたそうで、マグロをの仕組んだ。 アトラクションにブルックリンが協力した結果であるとも言われている。ジャイアンツは1912年、1913年にもファウストをベンチ入りさせる。この2年間のジャイアンツの戦績は103勝48敗、101勝51敗と、他チームを大きく引き離してリーグを制覇した。その中でもファウストが帯同していたジャイアンツは不思議と勝率が良く、 対動しない試合では勝ち星に恵まれない、といったことがしょっちゅう起きていたそうである。特に不思議なのはファウストが在籍した3年間のルーブ、マーカードの成績で、1912年にはメジャーリーグ記録のシーズン19連勝を上げるなどしたが、彼が20勝以上を上げたのは1911年から1913年の3年間だけであった。その後ファウストがチームを離れた1914年、 以降、マーガードは成績が伸び悩み、1915年にはブルックリンにトレードされることになってしまう。1913年のシーズンが終わった後、ファウストは自分の体調の悪さからもうジャイアンツの手助けはできないことをマグローに告げチームを去った。その後ファウストはカリフォルニアに移り住み、弟のジョンとシアトルで再会するものの、 この時はまだニューヨークに戻りたいと言っていたそうである。1914年7月、ボストンブレーブスの快進撃に4連覇が危ぶまれたジャイアンツはファウストとの再会を試みる。しかし彼はポートランドの通りを意識が朦朧となって徘徊しているところを発見され、セーラムの精神病院に入れられていた。当時の診断では地方をわずらっていたそうである。 ファウストは1915年6月18日にワシントン州ステーラクームの病院で結核のため34歳で死去した。ありがとうございます。